本日はついにスライドのハウトゥーをちょっとやっていければいいかなと思ってます。はい、まあ我々がやってるねダウンヒルスケートボーディングっていうスタイルなんですけど、スケートボードはさ、ブレーキがないじゃないですか。まあその、はい、機構的なブレーキっていうものがないので、結構前にやったのフットブレーキとかは減速させるための手法ではあるんだけど、まあ、フットブレーキみたいに何かこう他の技術を使ってブレーキをかけないとスケートボードって止まらないわけなんですよ。で、まあ坂道っていうことでダウンヒルは結構なスピードが出るので、スピードが出てる板を止める方法としてパワースライドという技術があるわけです。そうなんです。すごい真面目まあそのパワースライド、まあ、いわゆるね僕らスライドスライドと言ってますが、まあ、ステートオブスライドのスライドもこれこのスライドもねそれ来てますが、そのスライドっていう技術なんですけど、まあ言ったらこのビールをドリフ横にドリフトさせて、その摩擦力で板を止めるという手法になります。でその中で、まあ、今回は一番最初にやると、まあ、覚えやすいというか安全を確保しやすい、スライドのやり方ハンドスライドから教えていきたいと、まあ、そのハウトゥーをちょっとやっていきたいと思います。本日のセット。またこれでいきます。はい、本日のセットはですね、この前とデッキとトラックは一緒で、Amazon そのまま使っていきます。で、トラックもこの前作ったやつですね。ハリスを使っていきます。で、ウィールなんですけど、今日は緩めにできるコヨーテっていうウィールを使います。このコヨーテはですね、まあいわゆるズルズル系なんて、呼んでますけど、僕たちはめちゃくちゃこう横滑りしやすいんですよ。うん、まあスライドに特化してると、まあ、言ってもいいぐらいの横滑りするウィールでございます。ソフトウィールですね。 78A っていう柔らかさを持っている 78A の 70mm 結構デカめのウィールです。まあ、僕は 70mm の大きめのサイズを使うことが多いですね。寒い風が人によってはなんか滑りやすブレイク しやすすぎてあんまりテイスト制御できないっていう人もいるんで、このなんか滑りやすさっていうのは結構ウィールで違うんですけど、まあ、コヨーテは本当に滑りやすいウィールとして有名です。でセンターにねコアがあるんで裏返しても使えます。だんだん削ってると滑ってると削れてきて偏ってくるんですけど、まあ、形偏ってきたらこうフリップっていって裏返して使ったりできます。ちなみにこれは白色で、もともとは白色で、え？そう、蛍光色に光る、蓄光して光るやつだったんだけど、もうね、黄色い黄色くなっちゃってますね。はい、そうなんだよね、ちょっとなんか、なんだろう、緑っぽく光るはずだったんだけど、なんかね、結局そのなんか光ってる感を体感することもなく、いつの間にか黄色くなってました。はい。で、あとね、ちょっとね、言及しとくと、ここ。ブッシング。この前ちょっとブッシングが、ゴムが緩かったんで、これを高度の高いというか、硬めのブッシングゴムに変えました。これ、リプタイドっていう、メーカーのものに変えてます。上のコーンはそのままですね。ああ、うん、本当だ。まあでもちょっと硬めになったんで、反発力が。というか、ぐにゃぐにゃ曲がらないようにはなりました。反発力がついてます。おぉ。はい。カーブに強い。ということで、これでやっていきたいと思います。今日のテーマは、そのスライドの中でも一番最初に覚えるといいハンドスライド。で、なんでこれを教えるかっていうと、一番やりやすいし、なんだろう、確実高度な技術はあんまりいらないので、これを最初に覚えとけば転びそうになった時に止
とりあえず安全を確保できるということで、覚えるといいスライドです。はい、初心者に優しいよね。うん、一番ブレーキ力強いし。そうそうそう。で、まあ、ハンドスライドっていう名前の通りですね、手でスライドします。で、手でスライドするんで、このスライドパッドっていうのが必ず必要になります。いきなり、え、そんなんいるのってなるけど、まあ普通こんなん売ってないじゃないですか。これ作り方、前動画作ってますんで見てください。自分で作れなきゃ自分で作るんだよ。そう、まあそういうね、なきゃ自分で作るっていうのもこうクリエイティビティというかね、創造性だと思うので、ぜひ挑戦していただきたいと思います。ご家庭で作れますんで、はい、まあ、グローブと、このスライドパッドは必須です。もう初っ端からね、はい。で、まあ、これがあると、めちゃくちゃ便利です。転んだ時に手がつけるんで、手ついても手がすりむかないので、うん、まあ、これはいつもやる時に持ってればいいと思う。こいつの役割っていうのは、地面に手を置いた時に、まあ、例えば転ぶじゃないですか。転んだ時にこいつが横滑りするんですよ。こいつ自体がスライドするんですよ。こいつの方、こいつ自体がスライドするんで、なんていうの、肉を擦らない代わりに流れてくれることで安全が確保される、そういう仕組みです。っていうのが、まあ、スライドパッド、スライドグローブです、うん、もう本当にスライドするための装備だと思っていただければいいです。これが使わないことはないよ、ダウンヒル。そうだね、うん、まあ実際持ってた方がいいです。まあ僕は使わないことはない。そうだね。でこのスライドパッドを使うんで、手じゃんこれは、うん、そのままの意味で文字通り手のスライドでハンドスライドと言っております。マッシャイ、ハンドスライドなんですけど、初めに見せようか。もそうだね、もう、うん、100分は一見にしかずや。そう、100分はなんとらずということで見せますので、カッコってか、はい、これがハンドスライドです見ての通り、あ、そうそうそう、そういうことです。こんな感じですね。今のがハンド、いわゆるハンドスライド。ハンドスライドっていうと、手をつく、このスライドパッドをつくスライド、パワースライド全般を言うんですけど、僕らはハンドスライドって言っちゃってます。ハンドスライドって一言に言うときはうつ伏せに手をつけに行くスライドのことを言ってます。海外とかだとこれプッシュアップスライドとかっていうらしいですね。知らなかった。知らなかった。プッシュアップっていうと、だからプッシュアップ、あ、腕立て。へえ、そう、腕立て伏せ、まあまさにこうなるので、プッシュアップスライドですねでも実際さ、結構筋トレみたいな感じになるよね、こればっかやってると。めっちゃここら辺がムキムキになる、体幹伝わる。そう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 。だからどっちかというとあれだよね、なんか腕立てっていうよりはアブローラーっていうくらい言ってるけど、ああ、そう、アブローラーみたいな感じになる。あの話それましたけど、プッシュアップサイドというふうにも言います。まあ、ただ僕らはもうめんどくさいんで、だいたいハンドスライドって言ったらこっちを、こっちのこと言ってますね。まあテスラっていうふうに僕らの場合は言っちゃってますけど、手のスライドって、テスラって言ったら大体このうつ伏せ側で、やるハンドスライドも僕ら呼んでます、まあ、その他バリエーションは実はいろいろあって、この今日はやんないですけど、こっちでやる、何でしたっけ、これはコールマンですか。そうです、コールマンスライドとか、あとはですね、こっちでこうやってやるコールマンにちょっと形は似てるんですけど、レイバックスライドとかですね。レイバックだっけな、レイバックだったと思うんだけど、スタイルとかいろんなスタイルがね、あるんですよ。
で、あとそれを組み合わせてやるとか、いろんな形があるんですけど、まあ一番これが楽なんですよ。手つきに行くだけだから、うつ伏せに手つきに行くだけでできるんで、これが一番シンプルなので、まあこけそうになった時もとりあえず地面に手をつくっていうだけでできますので、まあ手軽、うん、とは言ってもじゃあ今やっただけなんで、まあステップごとに分けて、なんかどうやって練習したらいいかみたいな話をしていこうと思う。なんで、まあ、今、まあ、シンプルに、ハンドサイドはこう、うつ伏せになるよって話なんだけど、いきなり、じゃあ、うつ伏せになれるかって、こう、多分なれないと思うんで、まあ、どういう感じで練習したったらいいかっていう話をしていきたいと思います。はい。やってみよう。やってみよう。わー！まず一番最初って、スケボーしてるときに、まあ、手をつきに行くだけって言ったんで、手をつくところがまず怖いと思うんですよ。そもそも手をつきに行けないんですよ、最初スケボーを始めたばっかの人、ね、手をつきに行ったら怪我するぞって先入観で思っちゃう。そう、そもそもこのスライドグローブに慣れてる人は全然いいんですけど、スライドグローブがない人って言ったら、この状態で手をつきに行ったら普通死ぬじゃないですか、手が。ということで、基本脳みそが手はついちゃいけないものって認識してる人は結構多いんですよ。なので手をつきに行く恐怖心でもあるし、そもそも走ってる状態で板がこの姿勢になれない、この手をつきに行くってしゃがむ動作がまずそもそもできないんですよ。っていうのは、まあ、ここのなんだろう、柔軟性とか筋肉の使い方、バランスの取り方みたいなのについてないことが多いってなると、そこでいきなりこうやってやろうとするとそれこそ怪我する原因になると思うので、まずはこの手をつきに行くっていうことを練習するとこからやりましょう。お、スケボーの基本姿勢ですか。はい、そう、基本姿勢です。まあ、これができるようになると、まあ、こうやってね、ハイスピードの姿勢も取れるようになるし、どっちでもね、いろんなスライドができるようになるんです。しゃがむってことができるようになります。まず、鍛えていきたいと思います。うん、で、まあ、しゃがむことに関しては、なんか前の動画でも言ったよ。あの、スケボー初めて乗る人は、しゃがめるようになりましょうって動画も出してるんで、それも見てよ。って思いますが、僕らの動画かそってるね。まあそれができるようになると、しゃがむようになれると、これは怖くなくなるので、絶対しゃがむっていうことがまずできるようになった方がいいです。まあ坂道でやらなくてもいいかな、最初坂道でやらない方がいいね、初めは平地だね。そうだね、よかった。いいや、次のステップとしてはつけるようになったら体重を預ければいい。ああ、うん、まずは体重を預けて、うん、っていうことです。なんで、まあ、さっきのやつは四つん這いになって、この板が斜面に横滑りする形になってすぐこう流れていくので、その形にまず持っていくために押し出さないといけないんだよね、この板蹴り出す。で、蹴り出すためには手がついてしっかり体重乗ってないで体重をかけていくことをやりましょう。これがまた怖いんですよね。はい、とにかく体重を乗せましょう。体重が乗ったら伸びるんだよね。うん、もう膝を伸ばして蹴り出す。これがさっき言ったアブローラー状態になるんです。こう膝が伸ばすと自然とこっちが流れてくる。ライドに入れるはずですね。はい、はずです。まあ、とにかくね、体重をしっかり乗せるってことが大事ですね。ね、体重乗せたらもう蹴り出す。特に考えず止まれれば成功って思ってもらえば、うん、いいと思う。もう止まれれば、板がそれで止まるならもうバンバン剤っていうことで、はい。まあともあれ、まあちょっともう一回今のことを考えて、じゃ段階的にちょっとやってみましょうか。手をついてから蹴るみたいな感じの動作で分解できますか。はい、はい、で体重を、そう、外側外側、そう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 、オーケー、そういうことっすわ。ということで、まあ手をついてから蹴り出すっていうのができるようになれば、まあ、多分全然簡単にできると思います。
まあ完全に止まっちゃうけど、これの方が絶対安全だから、まずはこうやって止まれれば OK。 チェスト。一つはスピードが足んない。ああ、スピードが足りない。スピードがただ単に遅いとブレイクしにくいからね。そうそうそう、スピードが出てないとこの板が横滑りする力が少ないんで、蹴ってもそのままもうアブローラ入れたてした状態で流れていっちゃうんですよ。さっきんじゃいね、まあ、ちょっとやってみますか。スピードが足らないっていうか。こんな感じですね。もう体伸びきっちゃってるんだけど、もうこっちがスライドするんじゃなくて自分が伸びちゃう。でこのまま流れていっちゃう。ああ、スライドせずになんか回転してましたね。そうそうそう、体がもうそのまま流れていっちゃう。ぐるっと。そう、だからもっと滑らさなきゃいけないのはこっち側なんです。こっち側、足側、足をちゃんとボーンってこのリールを、うんうんうん、リールの摩擦を破壊して、静止摩擦を破壊して、ああそうそうそう、トラクションをぶっ壊して動摩擦に持っていかないと。そうそうそう、横滑りさせないといけないんですよ。こっち側をちゃんと蹴り出すためには結構スピードがいりますと話ですっていうのが1点目か。そうだな。で2点目は目線は結構大事だと思います。でこれはどういうのに影響してくるかっていうと、まあ、最初は全然気にする必要ないんですけど、地面ばっか見てるともう軌道がその制御できないんですよ。そのままもうスライドし始めたら任せるがままみたいになっちゃうんで、徐々にそのスライドの出してる時間とか距離とか向きっていうのをコントロールしたいんで、目線をどこ見るかっていうのが結構重要になります。なんで次は、まあ、できるようになったら目線を意識しましょう。あ、どこ向けばいいですか。滑る先、行きたい方向ですね。行きたい方向ですね。でスラ自体はそんなにそもそも制御が効くスライドじゃないんですけど、それでもなんかちょっと見てると制御が効くと思います、うん、思います。それは重要かなと思います。レギュラースタンスで左前で立っていると、大体、まあ、お腹はこっちなんで、まあ、曲がる方向としては右なんですよ。右カーブなんですよ。なんで右カーブなんだけど、右カーブの抜ける先をちゃんと見てこうスライドしておくと、そのまま止まるっていうことだけじゃなくて、そのまま今度は体を戻して滑れるように、戻れるようになります。ああ、理想やね。でそのまま走り抜けると。理想やね。そう、理想ですね。っていうことなんで、まあ目線が結構重要になってます。はい、まあ、やり方の問題じゃないんだけど、まあ、あとはこのアスファルトのよく見といた方がいいです。まあ、路面が悪かったりして、はいね、クラックがあったりすると、ここにスライドパッドが引っかかって、うわーって持ってかれることがあって、でそうなると、まあ、ここの脇腹とかの肉をですね、ここでぐりぐり、ぐりぐり擦ることになるんですよ。はい、脇腹が血まみれになりますので、ね、脇腹もしくは腰か。うん、腰とか結構擦るよね。うん、あとは、まあ、肘もやるよね、結構。ああ、肘ね。そう、ここの右半身を結構やるんで、まあ路面はちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。まあ遊ぶ前に路面確認しましょう。これはまあどの、まあ、スライドでも、スライドでも一緒だと思います。どこでポイント、どこで出すかみたいなちょっと意識した方がいいと思います。まあここまでで、だいたいスライドができるようになりましたと、というところまではいったと思うんですよ。でそしたら、まあ、止まるための今スライドだったんですけど、止まるだけじゃなくてまたこう減速したりとか、そのまままた滑っていきたいとか、いろんな使い方があるじゃないですか。応用編ですね。応用していきたいと、応用編を教えていきたいと思います。まあ、今はスライド出したら完全に停止するっていうところなんですけど、まあ、できればそのカーブとかの角でスライドを出して減速した後にそのまま抜けていきたいとか、そういう使い方もしたいと思うんですよ。でなので今度はその、スライドを出した後にもう一回板に乗るっていう練習をしていきたいと。で、今のハンドスライドっていうのは、蹴り出してスライドするっていう話だったんですけど、蹴り出すってことはどういうことかっていうと、意識しなきゃいけないのは、この板の位置と、パッド、自分が体重を預けてるパッドの位置の
がスライドしてるときにだんだんこうやって離れていくんですよ。ああそう、だから蹴り出すっていう、単純に蹴り出すって言ったんですけど、これは意識するといいポイントでもあるんですけど、スライドできてるときってのはこことここの距離が開いてます、しっかり、まあ、体からこのプッシュしてるライン、プッシュしてる手とこの板が距離が開いていくんですよ、スライドしてるとき、うん、で、ただこれをずっとやってるともう解放した状態にしとくと止まってしまう、はいはい、ので今度はこれを元にまた戻していきます、アブローラーのよ、おアブローラー最初の時は開いてる、はい、蹴ったから知ってます、でこれを戻していくんですよ、お戻していくと、でも板に腰が戻ってくるんで、体とで、まあパッドも近づいてくる板にと、自然とここに板に乗れる状態に戻ります、なんなら最初のしゃがんでる状態、しゃがんで手を擦ってる状態に戻ってきます、はい、なるほど、うん、スライドしてる最中、止まる前にあの体を戻すとまた板に乗れるよって、そう、だからさっきやってたこの最初手預けて伸ばした、これをもう一回ここまで戻してあげればいいんですよ、で最後離してあげれば普通に滑っていくからっていうことですよ、おー、坂の途中のブレーキに使えますね、ああ、いらっしゃいませ、今さっき抜けたやり方なんだけど、両手使ってると抜けにくかったりするんですよ、だからこれができるようになってくると、あの、ね、コースをね抜けるために片手にしていくことも、ああ、うん、片手でやる、うわあ、ワンハンドにすること、まあ、これができるようになってくると、まあ、だんだんいろんなバリエーションが出てくる、それがまあワンハンドとか、180度回転とか、スイッチすることとか、あとはペンデュラムって振り子みたいな軌道を出すスライドとか、まあ、これ結構パワーがあります、あとはグラブっつって、このワンハンドでも手を上げるのとここを持つのとか、結構いろんなやつが増え、あのバリエーションが作れるんで、そう、ここら辺からはなんか人の得意不得意とか好き好きが出ると思います、あとは滑る場所とかウィールドコンディションとかセッティングによっても変わってくると思うんですけど、まあ細かいやつのハウトゥーについてはまた別の動画でやれればいいかなと思うから、とりあえずいろんなバリエーションがあるよっていう、今日は練習していきたいと思います、そうですね、うわー、いいね、はい、今のがペンデュラムっていう振り子みたいな動きをするスライドですね、割と羽鳥さんはこのペンデュラムが勢いよく突っ込んでペンデュラムにするのが結構得意な気がします、そう、今のはちょっとあんまりボカーンって伸ばさずに掴んでるので、この板を あんまり広がらないじゃないですか、距離だ、微妙な感じにして、まあ、スピードを調整して下っていくっていうカーブ使います、カーブで有効ですね、カーブで有効です、まあそんな感じですね、いろんなこのその後のいろんなスライドのバリエーションを増やしていけるこのハンドスライドなので、まあもちろんこっちのヒール側に持っていけばホールマンとかいろんなスライドもまだまだいろいろありますので、まあ、そこの詳しいティップスとか説明とかは今回省くんですけど、とりあえずまずテスラ、うん、プッシュアップスライドをやっていくと、安全に、まあ、怖くなく止まれると思います、ぜひやってくださいはい、ということで今日の動画ここまでにしたいと思います、あとはね、いろいろちょっと練習して帰りたいと思います、ね、以上